トレクロノール級とは、スウェーデン海軍が最後に整備した軽巡洋艦の艦級である。片名は、スウェーデン国章に表される三つの王冠の位。近代化改装後のトレクロノール。本級は艦首のみ三連装砲塔であった。本級の設計は、イタリアのアンサルド社の手によるもので、円筒形環境が特徴的であった。 船体形状は艦首にクリッパーバウを持った朝鮮首朗型船体である。バルト海で運用するためにほとんど傾斜のない艦首艦板に 15cm3 連装砲塔が一気、その後ろの環境構造は五層構造の円筒と箱を交互に積み重ねたような形状の首朗型環境である。機関配置はボイラーとタービンを交互に配置するシフト配置を採用していたために、 環境の後部に、簡素な三角マストと後方に強く傾斜した煙突が、全部マスト1番煙突後部マスト2番煙突の順に立つ。煙突の左右の原則乾板上には、ボホース 4cm 連装機関砲が並んだ。2番煙突の後ろに、後部射撃砲板があり、そこから乾板1段分下がって、 後部甲板上に 15cm 連装両用砲を後ろ向きに背負い式で2機が配置され、2番手砲塔の左右に 53.3cm3 連装水上魚雷発射管が片元1機ずつの計2機配置された。本級は1950年代に近代化改装が行われ、対空火器の増備に伴って環境構造を一部開放式の箱型環境に改装され、 頂上部に即居技と対空式装置が搭載された。近代化改装後のトレクロノール。本級は、主砲塔は両用砲となっており、両角70度で対空射撃が可能であった。艦尾から取られたイエータレイオンの背負い式配置の15センチメートル連装砲塔水平がペンキを塗っているのは、機雷投下用のレール。本級の主砲には、新設計の モデル1942年型 15cm 速射砲を採用した。その性能は重量 45.8kg の砲弾を行革45度で 25,969m まで届かせ、最大行革70度で最大車高 15,250m まで届かせられることができる。この砲を新設計の療養式砲塔に収めた。 砲塔の形式は三連装砲塔と連装砲塔の2種類が搭載された。砲塔の不行能力は行角70度、不角10度で、旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分10発である。本艦は広角砲を持たず、対空をンチメ 4cm 連装機関砲が、担っていた。 本級は、広角砲を持たず、対空を、国産の防砲射程、モデル1936年型 40mm 機関砲、を、連装砲形式で10機を搭載していた。他に近接対空用に 2.5cm 単装機銃を7機、搭載していた。さらに手砲では、対処できない相手に 53.3cm3、連装魚雷発射管を、片面1機ずつ。 計2機装備した。他に、水路閉鎖用に機雷を160個搭載できた。後に近代化解掃除に、広角砲として、ボホース 5.7cm 広角機関砲を、連装砲がで2機を搭載し、機関砲も、重心を伸ばした新型の、ボホース 4cm 機関砲を、単装砲がで11機に改められた。一番艦、トレクロノールは、 イエータベルケン社イエーテボルイズ汚染書にて1943年9月27日に、寄港、1944年12月16日、浸水、1947年10月25日に、春港、1964年除籍後、1970年、解体処分。2番艦、イエータルンは、 エリックスベルイシャイエーテボルイ造船所にて1943年9月27日に、寄港、1945年11月17日、浸水、1947年12月15日に、春港、1970年除籍後1971年に、チリ海軍に売却され、アルミランテラトーレと改名。チリ海軍で1984年に、除籍、 1985年解体処分。ありがとうございます。